今日はですね <laughs>、まああの、皆さんがいただいた質問の中で、僕がアンサーを返したいものがあってですね、何個かいただいた質問があって、えっと、まあ、服が好きですと、で、アパレル業界、ファッション業界で働きたいと思ってるんですけど、 まあ例えば何歳まで働けるんですかねみたいな何歳まで販売できますかとかあとはまあ販売の次のステップとしてなどういうようなキャリアパースがありますかとかうんなんかそのまあファッション業界アパレルに就職したいと服が好きだからなんだけどうんぶっちゃけどうなのみたいなあの多分僕が想像するにまあ自分も経験したことなんだけどまあ給料どうもなみたいなとか えまあそれだったら福利厚生だったりあとはまあ何歳までできんのみたいなところって正直あるんじゃないかなと僕思うんですよね肌感覚としてもなんかそんなずっとね長く働けるっていうイメージ多分ないでしょうしもっと言うとね安定してるとか給料が高いとかなんかそういうようなイメージも多分ないと思ってるんですよねなので多分皆さんおそらく そのまあ服が好きでそういう業界ちょっと行きたいんだけどちょっとこう踏みとどまってしまうのかなというふうに僕は思ってるんですよね。それに対しての僕の考えをあの言おうかなというふうに思ってます。結論から言いますよ結論から。もうそんなもん気にせず一緒にやろうぜっていうのが僕のあのー。 意見というか結論ですもうそんな、えー、将来どうなるか分からん給料がどうとかあ制度的なものがどうとかずっと働けるか分かんないそんなもん、あのー、どうでもいいから好きで服好きで働こうと思ってんだったらもういいじゃんやろうぜっていうのが僕の結論ですまあ理由はいくつかまあ3つくらいあるかなあると思っててまず1つ目ですよじゃ今のこのね 時代においてどの職業どの会社入ったから、えー、将来安泰給料がずっといいそんなこともないですから、うん、どんなにねまあ今このこの現時点においていい,会、まあ、いい会社というか何をまあ大企業とかねまあ安定しているというような会社業種あるじゃないですか。 それがですねじゃあ5年後にどうなってるかなんかもう誰もわかんないんですよね正直今この現時点でいいかもしんないけど5年後なんて誰も予測できないし何がどうなってるかなんかわかんないからね5年前にさ東芝がこんなことになっちゃうのって誰も予測できてなかったと思うんですよねうんもっと言うとねさあもっと昔に銀行なんてねあのすごい硬い職業で え将来安泰だと銀行に入ればもう一生楽しく暮らせるぞみたいな多分そういう風潮あったんだけど仮想通貨とか出てきてもう分かんねえよ銀行だって金融だって多分絶対変わるからねでかあのまあゲームのルールが変わるというかビジネスのルールがそういう新しいもの新しいテクノロジーであったり考え方であったりそういったものでどん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 コロコロ変わるわけじゃないですか。 だからもうここに入っときゃ安心だとかなんかそういうような考え方はもうないんですよねどの職業においてもまずこれ第1個だからなんかえまあステレオタイプだと思うんだけどでなんかあのアッパレル業界だったりファッション業界が、うん、今までねずっとまあそういう風うな、まあ、給料も良くなくて福利厚生も良くなくて、えー、年齢もちょっと若い子若い人の方が 有利でとか、なんずっと働けるようなイメージがないっていうのはあくまでも固定概念であって、それも現時点においてはもうみんな一緒ですと僕は思ってるんですよね。うん、もうスタートラインだって用意どんでもうみんな一斉、どの職業だろうがいつどの段階でなくなるか、ああ、んそんなことはわからないので、あのそういう観点で悩んでるんだったらもう気にする必要ないかなと僕は思ってるんですよね。 でもう一個もう一つ先に進むとですねこれ二つ目の理由なんですけどじゃ,あ,そのじゃあ,、まあ何がどうなるかわからないような世の中で生きていくためにというか、まあ、こうその時代の流れとか、まあ、変な話ね AI とかが出てきた時にいかにこう食いっぱぐれないかみたいなそういう人材になるかってあの僕シンプルだと思ってて。 自分の好きなことやったらいいんじゃないって思うんですよ。自分の好きなことというか、得意分野ですよね。うん。あの、僕はやっぱり人間ってその自分の得意分野とか好きな分野でしか成果って残せない人間、生き,もあ生き物だと思ってるんですよね。うん。自分が嫌いだな、いやいや,いややってる、ストレスフルなあの環境で、職業で、まあ、成果なんか残せるわけないし、うん。ってなると、 好きなここととか,なんかこれだって思ったもの思ったことに対してまっすぐ突き進めていった方が絶対いいから確実に、うん、そこで何かしらのさその自分のオリジナリティとか独自性って絶対そこから生まれると思ってるからさ僕も、うん、この世で、まあ、前もちょっと言ったかもしれないけどこの世で何かを成し遂げた人ってあの自分の嫌いな分野で成し遂げてないと思うんですよね自分がこれだ これが好きだとか、これをやってても全く苦にならんみたいな。そういうような分野でしか成果って残してる人いないと思ってるんですよね。うん、そういうなので、そういうことから考えても、あのー、まあ、もうね。前提条件が一緒だと何がどうなるかわからん。どの企業に入ったってわからんというような状況において。じゃあどうやって生き残っていくかってなったらもうなんか今までのその変な固定概念とか捨てて。 自分がこれだだとと思思っったものに突き進むしかかないと思ってるだからそういう意味で言うとあの洋服が好きで、えー、そういうような仕事をしたい暴れる業界に行きたいと思ってるんだったらそうした方が絶対いいからそれがなんか意味わかんない固定概念でやっぱりうんそうじゃなくて公務員にしようとかそんなこと言ったってもう分かんない、あのー、そっちの方が僕危ないと思ってるからね、うん、公務員が安泰だとか大企業が安泰だとか 誰が決めたかっつう話で自分じゃないじゃん自分が決めたことじゃないことに左右されるっていうのはうんよろしくないんじゃないかなっていうのが思いますそれが2つ目の理由ですで3つ目の理由3つ目の理由はまあ正直その何でもまあ踏みとどろもあるかの理由の一つになんかこう成功してるっていうか希望がないんじゃないですか希望がないような気がしてて もう服が売れねえああきついなーみたいなイメージが多分皆さんの中にあってそれでまあなんかそのきついような、まあ、変な話あの見方下がりの業界盛り,下が盛り上がってないような業界に行くことに対して、うん、ちょっとこう、うん、って踏みとどまってしまうんじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね僕は。でもそれはやっぱりあの先行するモデルがないからじゃないですか。 あのー、一人でもねその希望の星みたいなモデルを作れるような人がいたら多分あのー、行こうって思えるああそうやったらうまくいけるんかもしれないなみたいな風に思うとも思うんですよねそれはもう任すとけよなだってさあのセレクトショップに働いてる人間でさ YouTube やってるやつって今まで多分いなかったと思うんだよねだから先輩がいないんですよ 言うたら先行モデルがいないのねファッション業界において YouTube 例えばセレクトショップねで、あのー、セレクトショップに働きながら YouTube やってっていう先行事例ってもうないじゃん今で僕も知る限りでも僕か翔太君く,くらいしかいないわけじゃんセレクトショップでやってるってうんだから先輩がいない状況だからみんなはそういうふうに。 まあ希望もないというか未来もないみたいなふうに思うかもしれないけどさこれからじゃあ僕がとか翔太君がどんどん新しいことやってさ何かしらのさ突破口が見える可能性あるでしょううんそれはあの絶対見えると思うし新しいやり方ってあると思うしあのねやれることっていっぱいあるんですようん僕が言いたいのはそうまだまだやれることってすごいいっぱいたくさんあるんでなんか そこを悲観する、あのー、ことはないのかなと僕は思ってるんですよね。うん。だからまだまだその捨てたもんじゃねえというか逆になんかチャンスかなとかっていうふうに僕は思ってるんですよね。もうみんながね、もうファッションってきついっしょ。や、っこ行くのもう,、うん、もうレッドャ車もいいとこしようみたいな。いう,ような中で誰もだからそういうふうな考えがあるからさ、たまに。もう誰も行かないわけじゃん、ここに。 いや行きたいんだけどさすがにきつくねみたいなふうに思ってる中行くといや意外にねそうやってあの誰も踏み込まないから意外に「あれなんかうまみあんじゃねえこの辺」みたいなみんななんか思い込みでねあのただ踏み込まなかっただけでさ、うん、なんか意外にそこ踏み込んでみたらいや全然チャンスあるやん全然やることあるぜって僕は思ってるから。 あのチャンスだと思ってるんですよねそういうような風潮があるってことは逆にね、うん、だから誰も行かないところにリスク取っていくってことは結構うまみがある可能性はあるというかなんだっけな人の行く裏に花山あり花の山なんだっけ人の行く裏に道あり花の山だっけなんかそういうことわざあるじゃん。だかから人が行かないところ にあえていくとそこには何かしらのこう金脈がありますみたいな何、うん、かそういうようなあの考え方もあるんでだから、まあ、何が言いたいかというと全然希望はあると僕は思ってるし実はあると思うチャンスもゴロゴロ転がってると思う、うん、それが3つの理由かな、うん、だからあの本当にそうに行きたいとかやりてえって思ってんだったら やってみたらいいと思うし全然いいとと思思うう全然よ俺はなんかそのいやいやねその誰かが勝手に決めた安泰とかそういうのを追い求めて意味わかんないところで意味わかんないことやってんな自分みたいな風に思うんだったらね好きな服に囲まれて好きな仕事をしたらいいじゃないそこになんか自分らしさをこう出せて,出せていければ絶対に道はあるとうん僕は思ってます。 はい、そんなところです。なのでね、迷ってるんだったらいいと思うよ、言ったら、うん、やろうぜと僕は思います。はい、そんなところですね。以上です。では、また。